1番シェットランドシープドメール、126番グレートピレニーズメール、262番ノーリッチテリアメール、314番ロングヘアードダックスフンドフィメール、338番ロングヘアードミニチュアダックスフンドメール、360番ロングヘアードカニーヘンダックスフンドメール、このベテランクラスは8歳以上のクラスになります。Thank you.
シェットランドシープドッググレートピレニーズ以上3頭がピックアップされました。それでは続きまして次の
それでは続きまして次のグループの入場です。エントリーナンバー432番シベリアンハスキーフィメール、503番ゴールデンレトリーバーメール、541番ロマーニャウォータードッグメール、607番マルチーズフィメール、683番パグメール、711番アフガンハウンドメール、733番サルーキーメール、thank you.
シベリアンハスキー、パグ、サルーキ、こちらの3頭がピックアップされました。先ほど前半のグループでピックアップされました3頭もリンクの中にお入りください。エントリーナンバー6番ピアレットコリー、31番シェットランドシープロック、126番グレートピレニーズ、432番シベリアンハスキー、683番パグ、733番サルーキ。この6頭の中より本日のベテランベストイン賞ファイナル4頭が選出されます。プレゼンターには同じく展覧会会長佐々木ひろみ、運営委員長村田健太郎、運営委員小川源三郎、丹沢敦夫よりクリスタルトロフィーが贈られます。それではベストベテラン印象4フォースサルーキー、サードビアレットコリー、セカンドグレートピレニー、そして本日のベストベテラン金賞ジェットランドシープドッグと決定いたしました。おめでとうございます。それではこの後リンクを